この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。それではね、早速ポケットモンスターソードやっていきたいかなと思います。まあね、前回はなんていうのかなね、まあチュートリアル的な感じだったから、まあこれから始まるって感じだね。うん、だけどだいぶポケモン揃えてだいぶレベルも上げました。はい、であと手前がね、もうバッチ取れる場所なんで、まあ今日ねサクッと取っていきたいかなと思ってるんですけれども、まあちょっとねその前に、まあ多分タイトルに書いてあると思うんで、ちょっとそちらをねやっていきたいかなと思います。まあ多分もうね、この動画が上がってる時にはもうみんないろんなバッチっていうか、もうほぼ全てのバッチを揃えて、もういろんなバトルを繰り広げているであろうけれども、まあ僕みたいにね、社会人で仕事していてあまり暇がないっていう方専用の動画です、今回は。はい、まあ今ねここ突っ立ったりとこうやって襲われるんですけれども、この子をですね、ずっと永遠にリスポーンするので、ここでレベル上げをすると30レベルまでちょろっと稼げます。水の波動とか水鉄砲で水の技を食らわせると、だいたい一発で死んでくれて、経験値がなんと300以上もらえるのかな。うん、なのでここでずっと往復してると、ここに来てるだけでもう全部今ポケモン僕が捕まえてるの大体30レベルなんだけど、ここでレベル上げしました。はい、だいぶやったね。ここで 1,2 時間やるだけでだいぶいったな。うん、1時間くらいでいったな。1時間くらいか。でなんかちょっとでも傷ついたらこいつに話しかけると、ポケモンセンターでいいのかなみたいな感じでなんか回復するんだよね。でここで回復できてまた戻るとあいつ湧いてるんで、それを繰り返していくと30レベルまでは多分1時間以内、もっと早いかな、30分くらいで行くのかな。で行きます。でちょうどね今僕が最初にゲットした子がね3段階目の進化をするということでね、まあ今動画を撮ってるんですけれども、はい、多分ね一回こいつ倒せばもう進化するんじゃないですかね。よいしょ、さあ行ってくれ、どこでしょう。でやっぱコイキングはねいいね。うん、ギャラドスにするとめっちゃ強い。ただ最初の方はまだ水属性の技を覚えてくれないので、まあ、ちょっとそれがネックだね。よし、これで多分ダッソンが進化するんじゃないかな。うん、ここで全員30レベルにはしたかったんだけどね。来るか、お、来た、おやおやおや、ずっと同じ敵を倒して進化するぞ。どんな形、おお、インテレオン。へえ、すげえスマートになったな。最初の可愛らしい姿とは思えないほどの姿になったな。へえ、すげえスタイリッシュ、かっこいいな。へえ、いいじゃん、インテレオン。名前変えてインテル入ってるにしようかな。お、ダッソン新しく狙い撃ち。狙い撃ちってどんなんだったかな。あ、水、相手の技を引き受ける特性や技の影響を無視して選んだ相手を攻撃できる。あー、なるほど、技の影響を無視。あー、じゃあちょっとこれどうしようかな、どうしようかな。あんまりね、対人戦だと不意打ちってね、あんま使えなかったんだよね。前、昔。なんか大体、最初の初手では、なんか昼間瀬系の攻撃ばっかしてくるから、不意打ちってね、あんま狙いにくいんだよね。不意打ちどうしようかな。まあいや、不意打ちは後々技マシーンでね、ゲットできるだろうから。消しとこうか。締め付けるは、結構、いいんだよね。なんかターンごとにダメージ与えてくれるからさ。じゃあとりあえず狙い撃ちを覚えさせましたと。よし。これでまあ
ちょっとポケモン変えてバッジ取りに行きましょう。おお、強くなったな。でもギャラドス29レベル30レベルいってないのに体力100いってるっていうね。すごいよね、ギャラドス強いよね。ポケモン入れ替えてゴジラにしましょう。でこいつもね、刺さったね、あのなんだろう、3段階目の進化にしたいんだけどね。なんか調べると、なんか通信しないとなんか進化しないポケモンとかもやっぱりいるみたいで、ちょっとね今後それも考えていこうかなと思ってますね。はい。でまあだいぶね、あの 1話目の動画とは打って変わってね、あのだいぶ進んでますけれども、これあの初期の初期なんでね、まだねバッジ1個もゲットしてなくて、今やっとバッジ1個ゲットしようかなってところなんで、まだ初手の初手だと思いますんでね。はい。そこですでにもう3段階目の進化させて30レベル超えてるっていう。あそこすごいレベル上がるんだもん。なんかいいレベル上げ方法ないかなと思ってたんだけど、なんかネットで調べてもやっぱりまだそのおすすめポケモンしか出てこなくて、なんかいいレベル上げの場所が載ってなかったんだよね、僕が調べた時にはね。まだなので自分で頑張って見つけたのがあのトロッコの場所ですね。はい。あれをずっと繰り返してると、もうずっと無限湧きしてるから、水属性ポケモンの水属性の技でだいたい一発で死んでくれて、なおかつ300以上の経験値がもらえるということで、あそこはすごくいいと思います。はい。出入りしてるだけでずっと永遠に湧いてくるし、さらにはあのね、ポケモンセンターが目の前にあるみたいな感じだから、すごくいいです。はい。僕みたいに忙しくてレベル上げができない方にはすごくおすすめです。よかったらやってみてはいかがでしょうか。それではね、早速初のメダル取りに行きたいかなと思います。多分ゴジラ1体できるでしょう。トロッコで、トロッコ、僕のポケモンジムは初めのジムなので次々にチャレンジャーが来るのです。ですからミッションも割と厳しめにしてるしとるのですが、しとる。Kさんはちゃんとジムミッションクリア。さすがの一言だわ。おお。君はポケモンへの理解がとても深いんだな。まあ、とても深いどころかね、初期からやってますからね。うん。これは手強い勝負になる。うん。僕もダイマックスを使わねば。ああ、ダイマック中。ダイマック中。ダイマックスか。なんかポイント貯めた方が良かったのかな。まだそこら辺はよくわかんないんだよね。すげえな、名前野郎なんだ。ジムリターの野郎が勝負を仕掛けてきた。すげえな、野郎だって。ジムリーダーの野郎は、ああこいつすごく弱いじゃないか。あ、もう速攻大きくなる感じ。あ、もう速攻大きくなる感じ。大きくならずとも倒せるんじゃないかな。普通にじゃあニトロチャージでいきます。さあどうなるか。多分ワンパンでしょ。だよね。ワンパンだよね。よし、まあこのままワンパン続きでいこうかな。経験値全然もらえねえな。入れ替えない、入れ替えない、入れ替えない。うほう、僕たちは粘る。おう。農業、粘り越し。そうだね。農業はそうだね。うん。もうなんだこのポケモン。初めて見たぞ。私らがすごい名前だな。ニトロチャージ。レッツゴー。ダイマックス決めたって多分一撃なんじゃない？草ポケモンだったら。これ草でいいのかな？相手草かな？草すらわかんないんだけど。多分草しか出してこないと思うんだよね。多分でかくなったところでワンパン決めれるんじゃないかな。20レベルか。どうだろう。決めれるかな。すごい効果。お、どうだ。おお、耐えるな。これはこっちもダイマックスやった方がいいかな。こいつ倒してからダイマックスかな。驚けよ、たまげろよ。これがダイマックスの技じゃ。今回今一つなんじゃないか。おお、痛え。案外痛え。
ほー、やるな。お、いい傷薬じゃないか。あ、違うか。普通に多分ワンパンでいけるかな。よいしょ。まあ、ちょっとまだね、まだダイマックスはやめておこう。まあこいつが死んだところで、ね、まだ強いポケモン残ってますからね。なんだ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 、あ、これ痛いんじゃない、これ痛い、あ、今一つ、よかったー、よかったー、素早さが下がったね、素早さが下がったね。でもなんかそんなに脅威ではないね。うん、ガロチャージ、ちょっとちょっと、オッケー、さてと次でちょっとこの子を寄付しようかな。こいつあとポケモン何体いるんだろう。おおおお、経験値うまっ、経験値うまいぞ。おお、え、終わり、あ、終わり、今のが切り札、嘘でしょ、嘘でしょ、あ、ま、あ、そういう感じ、え、すげえ上じゃない、ポケットについてるね、あのモンスターボールの数と全然違うぞ。2体で終わったぞ。なんか6体くらい出てくんじゃねえかなと思ったけど、そんなんでもないんだね。うん、あ、こういう感じ、もうちょっと調べとくべきだったね。うん、でもなんかネタバレになっちゃうから調べることはやめようかなと思ったんだよね。うん、終わった、終わりました終わったぞ。おー、なんかすごい、全部揃うと丸くなるのかな。25レベルまでのポケモンを捕まえられるようになった。おお、25レベルまでなんだね。まあもう30レベル超えてんだけどなもうすでに30レベル超えてんだけどな。本当におめでとうございます、ありがとうございます。記念にこちらの技マシンをどうぞ。お、なんだ、居合切りかな、マジカルリーフ。なんだ、居合切りくれよ、居合切りくれよ、居合切りと空を飛ぶがすごい必要なんで、あと波乗り、相手を追跡する不思議な葉っぱを撒き散らす。ほう、いいんじゃない、ユニフォームをプレゼント。ほうほうほう、レプリカ、草セット、なんか臭そうだななんかやだな、そのセット、なんかもうちょいなんか名前他にもいろいろあっただろうに。お、なんだい、ポケになんか腰につけているモンスターボールの数と違うモンスターを出してくる君、アドバイスなんだい。ジムチャレンジは挑戦する順番が決まっているんだわ。ほう、で次はバウタウンのルーリーナ、ルーリーナさん、5番道路を越えていくんだな。ただ草バッジを手に入れたならワイルドエリアに行くのもありだね。ワイルド、ああ、自分が連れているポケモンよりレベルが高いポケモンは捕まえるのに手こずるだろうけど、強いポケモンを仲間にできるよ。うん、多分もう30レベル以下しかいないよねよし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 、バッジって見れないのかな。まあ、いや、まあとりあえずクリアしたと。多分こっから出たらなんかミッションというか何かしら発展が、発展は何もありませんでしたねで、ちょっと、あれかな、ポケモンちょっと入れ替えて。でもね、こいつね、3段階目の進化させたいんで、ちょっとこいつで頑張っていきたいかな。もうこいつはもう3段階目の進化なんで、ギャラドスはもう進化しないから、こいつも多分、進化しないはず。で、あと、こいつの進化だね。で、あと、こいつももう一回進化するんじゃねって思ってる、俺は。うん。わかんない。わかんないけどね。で、5番道路。なんか行けない場所あったな、確か。あ、とりあえずポケセン。あれ？ダメージ食らってないね。あ、じゃあもう回復してんだ。オッケー。オッケーだ。別に買うものもないしな。このまま行っちゃいましょうか。なんかこっちの方行けなかったんだよ。お、行けた！ 5 番道路。お、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 なんだ？おー。インタビュー、インタビュー？ポケモントレーナーはカメラ越しに光って見えるさ。おう、おう。なんだなんだなんだ、すげえな、すげえな。すげえ時だな。
おお、いきなりに、ああそういうこと、2対1かなと思ったら2対2にできるんだ。おお、すげえ。地ならしが欲しいな。あ、どうしようかな。へえ、楽しいな。撃ち落とす、いや、ニトロチャージ。こいつ、わかんねえ。わかんねえ。俺、属性もエアカッター。電光石火、風起こし、スピードスター。スピードスターで、オッケー。これでどうかな？おうおうおう、なかなかいい当たり。ニトロチャージ、トーン。よし。悪くない、悪くない。いきなり2対2か、初めてだな。初めてっていうか、まあ、初期は、あ、初期っていうか、DF 時代はあったけども。おこれ、ベアコイル的な感じのやつだから、どうせ電気属性でしょ？すごいね。へぇー、ポケモン、リアルって言うんだね。撃ち落とす。ほい。戦う。風起こし。風って聞くのかな風起こしどうだ。あー、そんな食らわないんだ。あ、今一つなんだ。やっぱりそうか。撃ち落とす。おー、いったいった。あ、今一つで行くんだ。へー、面白い。あとね、僕のね、親友のね、カオルってやつがさ、多分初期から見てくれてる方は知ってると思うんだけど、ゲストで出てくる、カオルってこういるんだけど、その人も、なんかポケモン買ったらしいんで、ちょっとね、今後ちょっとバトルしようかなと思ってるんだ。お？なんだこのモフモフは。かわいいな。なんだ？ペロッパフ。なんか、名前がやらしいな。名前がいやらしいな。でも可愛いな。ペロッパフ。21レベル？もうだいぶすげえな、出るな。ニトロチャージで死ねえかな。ゲットしたいぞ。ちょっとこれで試すか。えい。耐えて。よし。ドレインキック。もうルージュみたいなことしてくんな、こいつ。そんな回復しないでほしい。よし。モンスターボール投げてみようか。よいしょ。さあ、どうだ ?1、2、3、オッケー、パチッ。よし。ペロッパフ、ペロッパフ。後々調べよう。進化したらどんだけなるんだろう。ね、かっこいいのがいいよね。かっこいいの。まあ、今のやつは可愛いけどね。ペロッパフ可愛いなぁ。可愛い。普通に可愛い。わたあめって名前つけたい。ボックスに送っておきましょう。サイホーンとかストライクとかなんかもう初期のポケモンが欲しいなぁ。なんだこれ？あ、卵！これ卵でしょ！親いらっしゃい、何か知りたいことはあるかい？あ、はい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 。預かってもらおうかしら？2匹一緒に預けるとポケモン卵、おいほいほいほい。ほいほい。預ける。ほう。種類が近いポケモン。種類が近いか。ほいほい。あ、もう預けらんない？卵が見つかるかもよ。やめる。あ、まだ預けらんない感じ？まあいいや。まあいいや。お、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 いきなりバッ、あ俺の相棒はユニークな育ち方をしてるから見てくれよ。オッケー？見てやるぜ。なんか同じ顔ばっかだな。前からそうだけどさ。なんかもうちょいなんかないかなって思うよね。そこら辺にいるポケモンじゃねえかね。ニトロチャージ。ニトロチャージ。お、瀕死なんでモサボール使っちゃおうかな。お、締め付けかな。全然食らわんぞ。ロックブラスト。傷薬。
そんな瀕死状態で使ったところでね、よいしょ、もう一丁、あともう一丁いけ、もう一丁、もう一丁、なんだよ、ただのじらしプレイじゃない、燃やし尽くせー、よいしょ。うんうん、1体だけだな。ケケチ全然もらえないぞ。お、なんか来るぞ。そのまま戦う。早くこいつを進化させてやりたいな。お、懐かしいポケモンがやってきたぞ。ニトロチャージニトロチャージ、はい、お疲れさんです。いいね、ここのあれだね、あそこで30レベルまでやってるから、もう敵がほとんどいないね。敵という敵がね、苦戦することがあまりないんじゃないかな。やっぱ最初あのなんだっけ、なんちゃらシティだっけ、なんちゃらタウンだっけ、あそこすごくいいよね。あ、これ当たるかな、当たるよね、当たった当たった、よかった。おーし、効果抜群、よーしよしよしよし、これで多分このままチャラッと進めていけば、多分なんかどこかで積むこともなくそのまま進んでいくことが、なんかお金もなんかすごいの、1824円。敵となんだろう、ポケモンバトルするだけでここまでお金もらえるのであれば、あれだね、あのポケモンの世界だったらバトルするだけで生きていけるね、これね、うん、最高じゃん。まあでも強いポケモンいないと、うわすげえ顔だな、家族かな家族がちょっと似てるな、ちょっと似てるし服装お揃いだし、うん、いいボール使ってるくせに、なんか中に入ってるのはね、ちっこいやつじゃないか。うん。ニトロチャージよいしょ。ニトロチャージいいよね。敵に結構ダメージ与えながらも、自分の素早さ上がるんで、なんか、攻撃とともになんか自分の能力上がったり、敵の能力を下げたりする技っていいよね。まあその分ガクッと下がるとかそういう効果はないんだろうけれども、攻撃とプラスマイナスかどっちかを一緒にできるっていうのはすごく魅力的だと思うんだよね。だから戦いながらにしてステータスが上がったり相手が下がったりするから、そういう技は僕はいいなと思いますね。1824円、すごいぞ、お金がザックザクだ。お、なんだろう、釣りだ、コイキングとかいるんだよ。おいおい、コイキングじゃないか、もういらねえよ、ギャラドスいるんだよ、もうギャラドスいるんだよ。待てよ、ここでゲットしたら何レベルこいつ、17だいぶいいじゃん。ここら辺でコイキングゲットしてギャラドスに直行で進化させちゃえばだいぶいいんじゃない。ロックブラスト、あれやった、もう一丁、あともう一丁、オッケー余裕だぜ。まあコイキング相手だから余裕で当たり前なんだよな。うん、一応ねペルシアンはね、あのゲットしたんだよ。お、こいつヌオーって名前だ、あ違う、ソーナスじゃん、久々じゃん。え、ソーナス全然声が違うソーナスって言わないんだね、違うんだね。ロックブラストだと死んじゃうかな、そんなことない、21レベルだもんな、知らないでしょう。ゲットしたい、お全然食らわね、ほいもうちょもうちょもうちょ、あ3回か、乱れ好きん、まあいいや、これもう1回やれば多分いい感じになるんじゃない。やはりワンツーそれそれ、あお、お前ゲンだ。おお、なかなか気持ちいい攻撃。さあこれでゲットできるかな。おいしょ。うん、お、おっと、おっとっと、カウンター、カウンター、いやそれは決まらないだろうよ。モンスターボールカウンターしてきたらやべえぞ。これでどうかな、死んじゃうかな。はい、1回2回で止まって、よし、いいんじゃない。ポケモン図鑑しっかり集めたいからね。よしよしよし、
どこでしょう。おっと、もう一丁モンスターフォールができなくなってきたな。レベルが高いからかな。さあどうだ、いけいけ、勝ち、よし楽しいな。なんか最なあ昔のなんか楽しかった頃を思い出す。お、すげえもらえる。おお、すげえ、レベルどんどん上がんじゃねこれ。ニックネーム、いや、つけない。ボックスに送る。そうなんすわね、別にいいかな。おっと、待って待って、とりあえずちょっと地図を見たい。地図地図地図、タウンマップ、タウンワークを開いて、今俺ここにいるんだね。ってことは横にずーっと行けばいいんだね。バウタウン、こっち行けないんだっけ。まあいっか、とりあえず道なりに行ってみましょうかなんだあいつ、こいつなんだ。あ、カモネギ。カモネギさん、なんかちょっと変わったなお前。なんかネギやたらでかくなったなお前。ニトロチャージしたら多分死んじゃうかな。効果抜群だよね。これで一回どうだろう。えい、おしよしよし、いい感じいい感じ、いいんじゃないいいんじゃない。皮膚症に当たって今のダメージか。お、最後の1個モンスターボール買わないとなこれはい、1、2、3、 OK、 よし、いいね。おお、これだったらすぐレベル上がりそうだな。へえ、肉でもいらない、君は使わないとりあえずバックだな。うん、オッケー。ちょっとあれだな、お、モンスターボール買いたいな。お、あ、ちょ、なんかあるなんかあるなんかある。なんだこれは、ヒールボール。あー、いいね、ヒールボールはいいね。こっちはなんだ、あ、戻る感じ。おー、ちょっと一回ポケモンセンター行こうかな。で、モンスターボールも一緒に買って、うん、それで、ちょっと、まだ行こうか。おー、楽しいな。なんか、30レベルにしたけど、ちょっと苦戦するね、それでも。へー、これ、レベル上げしておかないと、これ、だいぶ辛いね。レベル上げしといてよかったわ。よし。で、横の、ショップでモンスターボール買って、で多分向こうのなんだろう、町に着いたら自動販があるから、自動販で多分飲み物買えるから、それを持たせようかな。買いに来た、傷薬20だけしか回復しないの。スーパーボール、お、スーパーボールあんだ。あー、どうしようかな、スーパーボールか。でもモンスターボールでいいよな。でもな、まあモンスターボールをちょろっと買って、20個くらい買って、よいしょ、でスーパーボール10個くらい、たっけー、たけーな、高いな。よし、で傷薬一応買っとくか、一応な、20個くらい。これから旅に出るわけだからな、こんなもんだな、なんもないです。よし行こう さてと、楽しいぞ、すごく楽しいぞ。5番道路、よし来たぞ。このままもう一回下行って、ちょっといろいろゲットしたいしな。そうなんす、まあもういいっす。あ、俺こいつゲットしてなかったかも。キラーミー
でもね、手加減しないと多分死んじゃうよね。ニトロチャージだと死んじゃうと思うんだよね。やってみっか。まあ、倒したら倒したら経験値になるし。お、いいね。すごくいいぞ。エコーボイス。全然食らわん。とりあえずモンスターボールだな。よいしょ。投げ方がちょっとおっさんだな。あ、よいしょとか言って。早っ早っ早いぞ。こいつ俺ゲットしてたっけな。どうだろう。あ、してたっぽいな。してたな。こいつは、おお、戦える。さあ経験値をよこせ、そこのコック。なんで道端にコックがいるのかよくわかんないけど、すげえお玉まで持ってるぞこいつ。さあさあさあ、おじさんは何を出して、ん、ただのリンゴじゃねえか。あ、違う、目ん玉ついてる。お、なんだこれ。ニトロチャージ。ニトロチャージ、よいしょ。おお、耐えるね。驚かす。ん、あ、そんだけなんか下がるとかそういう系でもないんだ。よいしょ。オッケー。あ、後ろになんかあれか。あ、そういう感じなんだね。リンゴかと思ったらなんか虫が入ってる感じなんだ。あ、終わりかい。終わりかーい。2400円。ありがとう。これでご飯いいの食べれるよ。2400円あったらディズニーランドでもいいの食べれるんじゃないか。そうなんすな。だいぶ経験値もらえるよね。ちょっと、経験値稼ぎたいな。ちょっとやろう。こいつ水属性だっけ？違うっけ？ノーマル属性だっけ？忘れちゃった。効果ありだから水属性じゃないのかな？ニトロチャージ。もう全然食らわねえじゃん。乱れ突き。あ、道連れか。道連れか。倒すと面倒なことになっちまうってことが。よいしょ。水ずれって次のターンだけ？元気のままに。これ大丈夫かな、倒しちゃって。よいしょ。えい。これ俺死んじゃう？おお、よかったよかった。おお、すげえ、経験値うまっ。でもここで稼ぐのは別にいいか、いらねえか。おおおおお、ハトポッポが進化するぞ。スズメからハトになり、ハトからなんだこれ。 SM 城になったぞ。え、ケンホロー、ケンホロー、なんか俺の本名に近い名前になったぞ。しかも黒い。これは思いっきり俺じゃないか。へえ、いいじゃんいいじゃん。よきよき。とてもよき。おお。もうここら辺に用はないな。でもなんか一応いる人には声かけて。お、なんか後ろになんか光るものがあるぞ。なんだこれは。大きなキノコ。それはもう男はみんな持ってるんだよ、一本だけね。さてさて、そんなことさておき、こっちに行こうかな。ん？はいはい。長いブリッジを渡るからよ、さっさと自転車をよこせ。奪った自転車でジムチャレンジャーを追いかける、つまり妨害してやるのさ。なんてむちゃくちゃな。そもそもあなたたち、ロトムを連れてないでしょ？そこのジムチャレンジャーさん、彼ら自転車泥棒です。ほほ。私を助けると思って彼らをやっつけてください。いいでしょう。自転車泥棒じゃないぞ。借りてジムチャレンジャーを追いかける&疲れさせる。だが、お前は、ポケモン勝負でボコボコにして邪魔してやる。
ただの嫌なやつじゃん。こいつら柄悪いな、ほんと。なんか、実況では映してなかったけど、なんだろう、ジムリーダーと戦う前になんかこいつらホテルでなんか行ってさ、なんかカウンター越しになんかウダウダ言ってるんだよ。嫌な役だね、この人たち。ニトロチョージ。多分ワンパンじゃないか。おっしゃ、オッケいいね、ここら辺までレベル上げると後が楽だね。うん、最初苦労したけどね。入れ替えません。とりあえずこいつの経験値を一回稼いで進化させたら、お進化系じゃん、ミドルチャージ。ワンパンじゃ死ななそうだな。だよな。だいぶスタイリッシュになったね。でも俺好みの容姿ではないな。やっぱ見た目から入るからさ、俺。うん。やっぱ、ね、かっこいいやつ使いたいじゃん。ね。まあ、これもかっこいいけどね。うん。お。このトロッコはどんくらいで進化するんだろう。なんだ、こいつだけが戦うのは2対2になるんじゃないのか？一人だけしか出てきてないぞ。くそ、俺は自転車が欲しいんだ、邪魔するな。もういっぺんにかかってこいよ。いっぺんにかかってこいよ。さてさて。お！また懐かしいやつが出てきた。はぁ、あ。こいつ似たら効くかなぁ。あ、よいしょ。お！まあまあいいじゃん。あと一発で倒せるね。一角食らわないぞ、全然。こっちとら石だぞ。よいしょ。ニトロチャージ。惜しい。よし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 。だいぶスマートに決められるようになったな。経験値もまあまあもらえるな。そのヘビは確か35レベルか36で進化だっけ？あれ37だっけ？でもね、砂蛇にね、なんか最初すげえ可愛くて、なんかね、アーボクみたいな感じだったから、なんかいい感じにかっこよくなるのかなって思って進化を期待してたんだけど、なんかドーナツになったよね。え、これで自転車手に入れられるのかな？お、やった！トロムはモーターをとてもとても愛していますよね。ほい。それはもうモーターがついている機械の中に入るほどで、にね。ということから考えたのです。自転車にはモーターをつければ。ロトムは入ってくれるのではないと。おう。なるほど。なるほど。OK。ものは試し。あなたも、ロトムと一緒に自転車を楽しんでください。さあさあさあ、あなたもロトムと一緒に自転車に乗ってください。すげえ。自転車を手渡ししたのに片手で。片手でひょいってくれてあって、なんかモンスターボールにも入ってないよね。大切なものをポケットにしまえるのか、それ。すごいな、4次元ポケットじゃないか。ほうほう、マニュアルはいい。ね、プラスボタンに。か、マイナスボタン。ほう。おぉ！おぉ！チリンチリーン。すげえ。ドリフトかませないのかな。お、なんかあるぞ。切れない羽。あ、綺麗な羽。なんで切れない羽って。こいつ誰？エール団って何なの？知らない。誰かの応援のために他の人の邪魔をするなんて。うん。サポーターとしてレベル低いよ。すげえこと言ってる。すげえこと言ってんな。お。ところどころなんか怒ってんな。抵抗の羽。なんか羽ばっかだな。よいしょ。トゥトゥルトゥー。遠くに見えるナックルシティのスタジアム。ほう。ナックルシティ。君もあそこで戦うんだな。おう。いっぱい戦っていくぜ。ブン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 。なんかいろいろ怒ってるぞ。なんか見逃してねえか俺だよな。なんかあっけ、なんかキラキラしてんなと思ってたんだよね。なんかこっちの方にもあったよな。気のせいか。ここら辺だよな。あったよな。おお、これキラキラしたの見過ごさないように目を凝らして。あら、お来たな。けいすげえとこで待ってんな。お前なんだ、あれか、エスパーか。お前はそれ以上近づいたら俺と勝負だぞ。何それ、何それ、脅し、何それ、脅し、行くよ。
それ以上近づいたら俺と勝負だぞってやべえな。すげえパワーワード出てきたな。お互い草バッチを持つジムチャレンジャーなんだ。ビシバシトレーニングするぞ。お前じゃトレーニング相手にならないんだけどな。もう今の俺と張り合うんだったらもうちょい強い方、まだ羊さん持ってたの。まだ羊さん持ってたの。俺も同じ四足歩行だけども、ちょっと格が違うんじゃないかな。ほんと、ジムバッジを手に入れた強さ、俺たちのチームに、おう、ごめん、読む前に終わってしまった。ニトロチャージ。おう、でも18レベルまで上げてるんだね。120レベルだね。お、一発じゃ死なない。体当たり。うん、全然効かない。こいつに物理系はあんま効かないぞ。燃やしちゃおう。よく燃えそうだな、こいつ。おっとっと、おっと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 、めっちゃ回復したぞ。はい。よしよし。もう全然もらえないじゃん。こいつだけで十分だ。お、なんかかわいい。え？あれ？あ、これってあのウサギ？あのウサギ？これ、こんな感じになるの？ワン、ツー、終わった。へー、おしまいかな。おお、ちゃんと理解してるよ。終わり。お、青ガラス。このまま行きましょう。慌てちゃいけないんだぞ。俺、なんかすげえ自分に聞かせてる感じの、熱い感じの子だね、ほんとに。これさ、野生で見つけたんだよね、この青ガラスってやつ。一応もうゲットしてあるんだけど、戦う、撃ち落とす。えい。オッケー。相手にならんな。すげえ、俺の手持ちが全て30レベル超えてるぞ。草バッチあたりでここら辺までレベル上げてる人あんまいないんじゃないかな。お、強くなったよな、ケイ。うん、だいぶな、だいぶ強くなった。うん、ちょっと卑怯かもしれないけど、ずーっとトロッコ倒してた。うん、俺ももっともっと鍛えるぞ。オッケー、一緒に強くなろうね。元気なかけだ、ありがとう、ありがとう、もっとよこせありがとう、もっとよこせ。バックちっこいけど、お前そん中にいろいろ入れんのか、そんなに。お、体力の羽、お、いいんじゃない。基礎ポイントをちょっと上げる。ちょっとか、ちょっとか。他にキラッと、他にキラッとしてる。おっとあった、見つけた。私は見逃さない、私は見逃すんない。おっとあった、ベン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 、よし小回り全然効かないからちょっと困る。お、なんだこれ。あ、こいつジムリーダー持ってたやつじゃね。でも確か効果抜群ではないから、一発じゃ死なないでしょう。なんとかなるでしょう。えい。あ、効果抜群だった、ごめん。オーケーオーケー、いいんじゃない。モンスターボール投げよう。歌う攻撃、歌うって攻撃なんだね。うん、前から思ってたけど、それって攻撃なんだね。眠ったぞ。おいしょ。よし。ワン、ツー、スリー、オッケー、来た。カチッと。よし。ポケモン図鑑しっかり埋めとこう。頑張ろう。いいね。お、すげえ、経験値。もうだいぶ上がるな。ほいほいほい。ニックネームつけない。ボックスに送る。よし。てか早く身内と戦いたいな。おっと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 。よし。困り、マジで聞かねえ。とりあえず次のね、町に行くまで、あれかな。お、
まあ、なんかまた同じ人か。何を出してくるんだろうな。まあそういう感じだよな。なんかもうちょい歯ごたえありやっててほしいな。今ここまで来ると。あ、そうだ、寝てるんだったー。ニトロジャージじゃなくて燃やし尽くす。ポケモントレーナーの場合は燃やし尽くすから入った方がいいね。アイテム使われちゃうからね。この葉。今一つ。よし。さあ起きて、起きて、起きてー。ダメージ食らってんだから起きなさいよ。こいつ相当目覚まし時計かけないと起きないタイプだな。目を覚まして、 OK。 よいしょ、一撃やん、一撃やん。全然もらえない、買えません。こいつ進化するまで買えません。おいしょ。あ、俺こいつさ、なんだろう、撃ち落とそう。なんだっけ、ジタバタするっていう攻撃を一回食らってさ、なんか体力1まで持ってかれたんだよね。すげえビビった。ジタバタって当たるーっと強いって感じなのかな。後で調べよう。超ビビったんだよね。体力満タンだったんだけどさ。すごい、お金がザクザクもらえるぞ。なんだこれ、スペシャルアップ。ほう、戦闘中のポケモンの特効を大きく上げる。ほう、引っ込まれてモードに戻る。なるほど。もうなんかある。球根、球根、球根って、ちょっと言い方変えるとあれだね。日本語って難しいね。ここだけの話、私ポケモンにお仕事を手伝ってもらってる。へえ、なんだお前、なんだお前、OL のくせに自分だけの力では何もできないのか。おお、確かにあれだね、手伝えるね、この子だったらね。壺押しマッサージできるよ。たけしがちょっとすごい顔になってたけど。さてと、何をやろう。ロックブラスト、よいしょ。3回は当てたい。お、いいね。あとワンパン、いけ、もう一丁、もう一丁。あー、ダメか。てか効果今一つなんだね。おっとっとっと、え、弱くね。焦った俺がバカだった。あ、これ格闘タイプだっけ。燃やしちゃおう。よいしょ、 OK。 多分こいつだけかな。相手経験値は全然もらえない。私よりお仕事ができる、ポケモンより強いトレーナーね。何を言ってんだこいつ。もちろん自分の力を磨いて仕事しなさい。お、お、だいぶ来たね。でももうあれだね、もう初期とはいえだいぶポケモン揃ってきたから、多分もう実況ポンポン撮っても見苦しい感じにはならないと思うんでね。まあこれからちょっと飛ばし飛ばし動画を撮っていくのではなく、まあちょいちょい動画を撮ってあげていこうかなと思います。まあね、やっとここに着いたので、ここ今回はここら辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。